ようこそ、FM 祇湾占いの前北緯26度17分17.518秒統計百127度45分57.636秒ここ FM 祇湾より今日あなたが幸せに暮らせるかもしれないアドバイスをお届けします占い師は週替わりで登場 今週は私トントンミッシャーかなえです週末はいかがお過ごしだったでしょうか夏休みですので子供たちと一緒にいろんなところに出かけたのではないでしょうか沖縄は美しいところがあちこちにあまり主張もせずにいいところがたくさんあってくらくらしますいろんなところに 行きたいものですそして昨日は大綱引きがギノワン2カ所でありましたけれども初めて私見ましたかっこい,いかったですただの綱引きではないんですねいやー1年の区切りという感じがしましたすごく盛り上がっておりましたさあそれでは今日も占ってまいりましょう やっヌタッパーぽえおえぽえあおえうきうととあとと。 出ましたまずは1月生まれのあなた運気が活性化します交友うう関係に広がりが出るでしょう多くの人が集まる場合は進んで出向いていきましょう情報交換は非常に有益です今日種をまいておくと後に大きく花開くでしょう 食事会など積極的に企画し、お誘いや声かけをしていきましょう。2月生まれのあなた。誘惑馬が多い乱長運です。必要以上の好奇心は身を滅ぼす暗示です。余計なことには頭を突っ込まず、レギュラーワークに専念しましょう。 えー、お仕事の後はお家にまっすぐ帰りましょう。目的なく街を徘徊するのが危険です。誘惑に弱い夜です。3月生まれのあなた。運勢上向きです。パワーも充実します。野心と向上心が刺激される一日になるでしょう。さらに上を狙うのはチャンスです。 ノルマや目標は高いほどやる気が出るでしょう。上司や先輩への進言も積極的にやっていきましょう。肯定的に受け止められポジションが有利になるでしょう。4月生まれのあなた。運勢はパワーダウンするもののメンタル面は穏やかに優しく。 季節を感じ自然と共にいることでさらに心が安らぐでしょう暑いですがブレイクタイムは外で楽しんでください川べり噴水など水を感じる場所でひととき過ごしてみましょう5月生まれのあなた運勢良好です優しい気持ちになれるので 対人面は極めてスムーズでしょう困っている人がいるなら心よく手助けしましょう義理を立てることも今日は大切ですお中元や初中未い、お世話になった人がいるなら何か感謝の気持ちを伝えてください6月生まれのあなた運気は傾くでしょう油断や慢心に用心してください いつものことだからこれぐらいでいいかなという適当な処理が、えー、そして簡単に済ませたりすることがミスを呼ぶでしょう心の隙に注意です記憶力も低下気味大事なことはメモしましょう7月生まれのあなた運気は上向きでクリエイティブな 力がアップします、えー、普段は優しいあなたですが今日は少々強気で打って出ましょう個性やオリジナリティを全面に出すことで成功するでしょう欠点を逆手に取って売りにすることも可能です8月生まれのあなた 運気は不安定でなんだかそわそわします。慌てて何かを壊したり忘れ物をしたり行動の前には深呼吸を一つしましょう。スケジュールが詰まっていてもお茶を一杯飲むくらいの余裕を持ちましょう。9月生まれのあなた運気上向きでコ,コミュニケーション面が活気づきそうです。 ピーンと来た人には連絡しましょう。耳寄り情報が聞ける暗示です。夏休みの旅行などの予約なども取りやすい一日です。キャンセル情報などまめにチェックしてみましょう。10月生まれのあなた。今日は少々滞りがちです。無理に変化を求めるより、今日は現状維持に努めましょう。 ビジネスでも自分からは動かないように相手の動きを見計らって臨機応変な対応をしましょう11月生まれのあなた運気は上向き嫌なこと辛いことも今日のあなたなら乗り越えられそうですゆるくなりがちな心のネジは今日締め直しましょう 先に行く人に追いつけ追い越せの気持ちが大事です。業界の最新情報はいち早く入手しましょう。12月生まれのあなた。運気の勢いは少々失速しますが、無意識の働きが活発です。自分自身でも知らない自分が表に出てきそうです。 うっかり口に出た言葉やふとやってしまったことなど些細なことが実は大きな意味を持つ新たな自分発見のきっかけになるでしょうそれでは最後に今日のお告げです「一日一日冒険している子供のように汗をかこう」 あのね夏休み、子供がたくさん見えますからね、子供は毎日冒険してますから、大人もいくつになってもね、その気持ちを忘れないように、目、キラキラして生きていきたいなと思います。スプリームさん、ありがとうございます、ツイキャス、トイレからチラミ、ありがとう、すっきり出ましたあ、了解です、<laughs> 9月生まれなんですね。はい 皆さんは今日の運勢どうだったでしょうか、まあ、参考程度にしてください。今日の占いはトントンミッシャーかなえでした。今週もいい週になりますように。